中野区と新宿区の境にある妙正寺川公園。左側にある妙正寺川の水位が大雨によって上がった時、右側の公園は調整地として機能する。調整地は、集中豪雨などの局地的な出水により、河川の流下能力を超過する可能性のある洪水を河川に入る前に一時的に溜める池である。一般的には調節地、調節地とも呼ばれているが、 厳密には、調整地は主に土地の開発者が設置する暫定施設、調節地は主に河川管理者が設置する高級施設と区分している。また、貯水池も同様の機能を備えている。調節地と名付けられなくとも、ダムによってできた腎臓庫もそのダム湖の治水の機能から調整地とも呼ばれるものが多い。また、湖や地と呼ばれるが腎臓庫として、 地水の立場から調節地と呼ばれるものもある。集中豪雨のピークは、ほとんどが短時間であるため、一時的に降水を受けで、受け止めた後、徐々に放流させ、局地的な氾濫を抑える機能を有する。主に、氾濫上周知や住宅開発により、森林が失われ、地下への雨水浸透能力が損なわれた場合に一時的、または、高級的に設置される。 降水で異常に増水した河川の水量によって、下流地域の水害を未然に防止するため、調整地に沿った部分だけ一段、低い高さの堤防を設け、危険な水量によって、川もがその堤防の高さを超えた場合、隣接する調節地に自然に漏えいさせ一時的に貯水する。一般に危険水量の川もより、十分低い低地を調節地とし自然に漏えいをさせ、 大量の水を貯めるので掘り込み式のくぼ地が調節地となる。コンクリートブロックに囲まれたものが多いが自然回帰として沼や池の様式のものもある。貯水された水は降水の後日下流地域に水害をもたらさないよう徐々にポンプなどで排水していく。調整地にはオフサイト貯留式と呼ぶ降水地域から火星や放水量を経て離れた場所で貯水する方式と オンサイト貯留式と呼ぶ、降水地点の駐車場や運動場の地下など近隣に貯留する方式がある。溶水発電において、下部貯水池や上部貯水池を調整池とも呼ぶが、これは治水のための調整ではなく、発電量の調整や調節を目的とする。住宅地などに高度に開発された地域では、自由に使える数少ない土地であり、普段は水を貯めないことから、 公園や駐車場などに用いられているものもある。雨水の排水路が整備されるとともに、調整機能を排して宅地に転換している例もあるので、土地利用に際しては外観ばかりではなく、表示等も確認する必要がある。調整地と名付けられなくとも、多くのダムなどなどによる腎臓庫は治水の機能を備えている。各地の日本の人造庫一覧も参照。国は、 自治体に補助金を出し、調整地を整備し、管理マニュアルの作成と、所定貯水量などの定期的な検査を求めている。2014年10月、会計検査院は12都道府県14市区の129施設の調整地で管理マニュアルが作成されておらず、国土交通省に対して、各自治体に管理を徹底させることを求めた。ありがとうございます。